木曜新美術館バトグロスト TV、 私ナビゲーターのアバターヒデです。今回もよろしくお願いします。ジ・アーチストのコーナーです。今回のアーチストはアーチスト諸泉茂さんです。諸泉さんは温度計を使ったアーチストとして非常に有名なんですが、世界を駆けずり回ってアートする諸泉さんの今回の作品、まず映像からご覧ください。諸泉さんはこのように温度計を主題にした作品を数多く作っていらっしゃいます。この映像は1日30コマの静止画をつなぎ合わせて、温度の変化を波動のように表したものなんです。東京のギャラリー360度の個展の様子です。フィールドワーク、アイスランド、福島。エンドレスドローイングと出しまして、屋外の温度計を並べて線を描くという作品を制作していらっしゃいますが、今回の個展では福島とアイスランドで制作した様子を展示しました。動画の背景で流れるピピという音はガイガーカウンターのものなんです。2013年6月21日から10月6日まで 2121 デザインサイトで開催のカラーハンティングにも参加されています。このカラーハンティング展ではインタラクティブアートとして展示をされています。この温度計はメモリがないんで、この状態だと読み取ることがすごく難しいんですね。で、一回この状態で
印をちょっとつけてやって、それで触ると動いてるのがよくわかります。で、手は人によってだいぶあの暖かかったり冷たかったりだいぶ違うん でそれぞれ少しずつ違うんで、で止まったかなと思ったところで印をもう一度つけます。でつけたところに日付をまず書きますね。6月の20見て12013、こんな感じに、メッセージを残してってもらえれば、終わる頃には全部がメッセージだらけになって逆に温度計が浮き出てくると思います。いかがでしたか、諸泉さんの作品。私はもうかなり前から諸泉さんの作品に注目をしていました。自然環境にこだわりを持ってですね、温度計というある意味環境をビジュアル化するシステムを使って独特なインスタレーション作品を試みる諸泉さんなんですが、今福島で起こっている環境の大きな変化にアーティストとしてできること、自分としてできることを考えられて、温度計をですねデザイナーカウンターに訴えて、そしてさらに温度計を用いることによって見えることの意味を鑑賞者の我々に問う作品だと思います。まさに諸泉さんのアーティストとしてのメッセージが見える化した作品群だと言えます。で、私たちとって身近な温度計が福島の風景を背景にですね置かれることによって、今福島で起こっていることを私たちが聞いて人事ではない身近な出来事として考えさせられる作品と言えると思います。諸泉さんのようなアーティストが今